どうもおはようございます。中田敦史です。それでは動画を撮りたいと思います。今日の動画について話したいと思います。この後に、抽選前の心境について話して、それからロト7の予想をして、そして最後に結果報告をしたいと思います。今日のメインは僕的には、ロト7の予想かな。やっぱり、ロト6より、ロト7の方が、手応えがあるから。だから、そやな。いつもだったら結果報告やねんけど、でも、ロト7始めてからは、ロト7がメインかな。まあ、今のところ、外れが続いてるけど、でもやっぱり、全く一致してないっていう回がないから、そのやり方はまあ間違ってはないと思う。ただ少しのズレで当選を逃してるっていうだけ。だから、継続さえすれば、ロト7の方は、当選できるんじゃないかな。ロト6みたいに20回ぐらい外すっていうことは多分ないとは思うねんけど、それにロト7って、引っ張り理論、これ何回も言ってるけど、そういうのがあるから、分かりやすい。ロト6はそれがあんまりない。だから予想がしにくいけど、ロト7はそれがあるから、それとロト6でやってる桁違いや連続数字、それを組み合わせたやり方をし続けたら、近いうちに当選できるんじゃないかな。僕はそう思ってるけど、まあ最初はやっぱりどうしても時間がかかるけど、ロト7全然やってなかったから。でも当選し始めたら、時間かからずに当選できるんじゃないかな。ロト6はやっぱり引っ張り理論っていうのがなかなか通用しない。まあ、1個か2個はあっても、3個とかは絶対ないもんな。だから、なかなか、コンスタントに当選は難しいけど、ロト7はそれがあるから。だから僕はこのやり方で、ロト7制覇したいと思います。そして、ロト6も、絶対に制覇目指したいと思います。僕はこれで、宝くじの王になる。それでは、また後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。